アメコミリークでーす。よろしくお願いします。お願いします。なんと今回は、はい、ガリンペイロさんのお店に来ております。いつもズームでお世話になっております。本当にいつもありがとうございます。お店に来させていただきました。ありがとうございます。本日は7月の、はい、3日ですかね。3日です。3日のお店です。はい、その内容で、閉店後の、はい、閉店後の、はいはい、7月3日閉店後のガリンペイロさんです。はい、はい。さあ、というわけで、はい、今回、ここがいつもなんか今月のなんおすすめというか、新作になったね、はい、新作ホットなんですけども、はいはい、けども、はい、スパイダーマン、アイアンマン、これ見ましたね。こちらはご紹介ね、はい、はい、動画でしていただいたスパイダーマンですね、はい、ですよね、はい、こちらおすすめになってます。で、はい、ゴブリンもあるとゴブリンも今あるんで、セットで、はい、遊んでおきます。なるほど。おすすめなのに値下げもね、はい、ね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ストーツフェイロンとチュンリーとリュウガあら、はい、当店おすすめそのシリーズ本当にマジで今おすすめなの。なるほど、はい、いや、お値段もお安い。値段もそうです、ね、安いです。これね、ぜひね、やっぱ2体からないとそのシリーズも。いや、そうですよね向き合わないと成立しないんで。そういうことですね。はい、いいですね。背骨折れますよって。背骨折れます、はい、折れますね。持ち上げれますね、うん、いいですね。すごいザ・ボーイズ、はい、はい、そうですね。新シーズン、今新シーズン、はい、面白いですね。ねえ、げつねですね。えげつない、ほんまにえげつない。怖いわ。あともう表情ドラマになってますからね。そうですね。もうね、ちょっとした半沢的な感じなんですね。ね、はいはいはい。アメリカであれが通用するのかっていうね、あ、演技ですよね。わあ、いろいろなバットもあれ渋いな。DC もね。はい。かわいいフラッシュ。うわ、走ってるとこ。走ってるとこで止まってるとこかわかんないけど。うん。ようできてんな。知らんかったこれ。このシリーズ、マクファーレン、スポーンを作ってる人間が今 DC と契約してて、ちょっとね、薄い水色、薄いですね、確かに。サイバリオのジャケットと同じ色いいですね、デニム生地っぽい、ね、鈴木亮平さんのシティハンターもよかった。よかった、よかった、素晴らしかった、あれは、うん、来ましたよ、はい、当店おすすめです。はい、当店おすすめ、馬とバット、はい、ダークナイトの時の、はいはい、いかつい、ごつい、ごつい、かっこいいっすね、バッドホース。うん、バッドホースっていうのもわかんないです、勝手に今名付けて今乗ってますね。うん、すごい。あ、でもそんなに高くないですね、うん、ねえ、このボリューム、うん、このボリュームで、ありがとうございます。ありがとうございます。マジで、いろいろあるな。いきますよ、あるスーパーマートイース、いいですね。あ、これ、うん、よう見るな、このマント、はい、マクファーレンが描いた時のバットマンのやつで、さっきからマクファーレンのものに俺は、そうですね、過剰にまあ、それを商品化するっていうね、やっぱマクファーレンならではの、はい、これね、で、これ飾っとく用マントがこのでかいやつ で、うん、で一応、フィギュアとして遊ぶ用マントも確かついてる、ね、年の製のマントが別でついてるんで、その場所を取りたくなかったり遊びたい人はそっちにマントに変えていただくっていう、スタチュー兼フィギュアみたいな、いい、ね、結構いいとこ取りのね、サイズ、やっぱちょっとサイズがでかいのにいいねってなっちゃう。そうなんですよ、いいですよね、いいですよ、確かにお土産としてもいいですよ。そう、いいな、ようできてるないいなぁ、レオパルド、はい、いいですね、レオパルド。ここはあの撮影できるよ、はい、スポットでこうフィギュアも、モニューにしかもスト2のこの竜、うん、ターボカラーのこの 2P カラーなんですよね、はい、それさっきなかったもんね、はい、レアカラーです、これすごい、お使いください、カゴのフィギュアも使っていい重心さん高いからかっこいいな、アメトイ以外のものに目がいっちゃうぐらいさっきからこれはでもアメトイじゃないですか、あ、インディー上手に、インディー、わあ、いいやな、似てるな、似てるな、似やすいのかな、そうすると、うん、な人は、なるほどね、ちょっと犬顔に作ればね確かにね、あ、これもご紹介してたね、やつですね、はいはい、ね、3体、4体セット、もちろん、え、これすごいですね、こ
普段 の, その反則用のバックボード付きで売ってるんですね、そのお店としてのってことですよね。そうです、いいですね、よくご存じで。そうです、あのなんでそのお尻に乗った縫製って書いてあるんですよ、はい、すごい、本当はそれをスーパーでこう、うん、あの上に本当に乗ってるやつ、ね、はい、本屋さんに向こうの本屋さんから出てきたやつを、なるほど、このまま、はい、いいな、いいですねなかなか手に入らないですし、うん、ここはね、絶対レジェンドもここ、あ、レジェンド、はい、ああいいですね、レジェンドのロングショットも、ね、新しくなってでかくなってね、ちょっとね、マルチプルマーも、あ、そうなんです、まあ、2つあるんで2体まで増やせる、うん、ほう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 、ほう、97のジーンとね、ストーン、97ですね、スパイダーショットです、あの悪くなっちゃった、うん、別世界のピーター・パーカー、銃が仕込まれてるというウェブシューター、お前ら目真っ黒ちゃんと悪そうですね、眉毛もないというか、なんかヤバくな、クーちゃんが描く絵みたいなでこちらがスポーン、はい、ああ今のスポーン、今のスポーン、30周年、まあクワネン当時30周年でもう一回リバイバルしたのがこの、で今ここにあるのが30周年の昔出たスポーンのやつをもう一回にねやるっていうシリーズのスポーン、なるほどね、あとこのちっちゃスポーン、コミックがついてるっていう昔ながら、これかっこいいな、いいですね、クオリティすごい高いですね、うん、この足細い細いスポーンが好きなんですよムキムキじゃない、なんかのぶっといのなんか1個はめてるやつ、はい、あるね、ブーツみたいな、うん、あれいらんすわ、おあ、これ履いてないです、これってあれですか、限定、何やったっけ、キックスターターの、あ、キック、あ、これか、そうです、これってどう、もう手に入らないですよね、これ今もう手に入らないです ね、はい、こいつかっこいいっすね、かっこいいよね、はい、このこれブログとかでも紹介してたんですよね、あ、ちょっとだけ、はい、ね、紹介させていただきましたね、あ、あら、いや、あら、本人いる、出た、おじいちゃん、私が書いてます私が作ってます、はい、ね、体してますよ、はい、私が社長です、本当いい体してるやんか、ね、僕が考えた最初のスポーン、あ、うん、そうや、そうや、そうや、そういうことなんだ、ダセーなプロレスラーっぽいやった、ちょっとやっぱなんかスパイダーマンみたいな感じになるんですかね、うんうん、プログラムをね、ちょっと、これが実物触れる、一応でもこのデザイン、彼が16歳の時に描いたデザイン、16歳か才能ありますね、やっぱね才能あるな常に骸骨可愛いですね見えがちですよ、うん、これも昔のなんか日本のヒーローに、うん、そうですよね、はいはいはい、ちょっとはダークヒーロー、確かに、ジャマアステカイザーみたいな、なんでおじいちゃんは裸足のパーツがあるんでしょうね何ですかこれ、これ謎なんですね、わざわざ裸足のパーツですけど、ね、元々は靴がしっかりあって、はい、裸足のやつがしっかりある、絵描くとき裸足じゃないととかなんですかね社内で裸足なんじゃないですか、はい、あ、そういうことね、そういうことっぽいですよね、社長いつも裸足なんだ、裸足いるの方がいいんじゃないライブで裸足になるアーティストみたいな、ね、真偽はわかりませんけど、はい、ね、アメリカでは有名かもしれませんね、いや、それはそうじゃないですかね、おじいちゃんは裸足、うん、絶対、うん、それぐらいね、やらないとつけないですよね裸足で、ここがスタチュー、そうですね、で、これがあの限定ハズラボというハズブロの、うん、マベレジェンド出してるハズブロが出した、限定ネットの、クラウドファウンディングみたいなやつの、うん、ギャラクタス、へー、すごい、ものすごいでかい、でかいね、でかいですねこれは、だから出資者が多くなるとヘッドパーツが変わったりとか、うん、付属のフィギュアがついたりとか、へー、待望この大きさはないんで、うん、皆さん結構そのマーベルファンは待望のこのでかいサイズのギャラクタス、この点かな、これも重そうですね3歳児ぐらいありますね、大抵でございますか、ちょっと3歳児、せっかくですから2歳児ぐらい、ちょっとお相撲さんの気分になって
いっぱい座ってますよ。座ってるんですよ。あー重たい。1歳児ぐらい。あ、光ってる。ええー、すごい。スイッチも入るんですね。干し食べちゃダメよ。食べちゃダメよ。あー重たい。すごい。かっこいい。わあ、いや、ほんまやほんまやでもちゃんとこのおもちゃ感のね、プラスチック感がいいですよ ね、はい、ね、そうですね。指も実は可動がちゃんとアクションフィギュアなので、ね、ああ、ほんとだ。こういうタイプのこのゴツっていう感じやなしに、この重さであったりとさすがハスブロー。すごでもこれしっかり立つな、これやったすごい、本当にでかいこれ、うん、こんだけしっかりしてたらね、このほこりも取りやすいですよ。あ、いいな、かっこいいな。うわいいっすね、センチネルね、よりおもちゃ感、はい、ね、いいっすね。が第1弾で、第1弾ね、これが好評だったので調子に乗ってさっき、なるほど、調子に乗って、調子サイズをだからそのセンチネルよりもギャクタスは一回り二回りになってて、でこの色味がやっぱ好きなんですね。あ、ここはねやっぱコミックというかやっぱそうですよね、原作準拠、いいですねこの色ね、むちゃ強い、買おうか買おうか迷ったんですけどね、迷ったんですか、お値段がね。これはどういういった限定、まあ、数量限定でですね、はい、前に出てたやつの、まあ、色違いスペシャル版みたいな感じですね、うん、これジョーカーなんか前は本当ちゃんとした色のやつが出てたんですけど、はいはい、これフロストバイトって言って、まあ、あの全部クリアのやつですとか、こっちのジョーカーはブラックライトで光る、あのジョーカー実写版の昔のですね、ドラマシリーズのやつですね、可愛、はいはい、らしい、寿司ザロメロのやつですとかは、うん、もうこれはこの数量で、6300体だけの限定カラーっていう感じで、この今、なるほど、そうですね、はい、ね、そんな届かないお値段でもないですね。そうなんですよ、それがびっくりするんですよ、うん、あれ、うん、それぞれ項目だと、あのゲームストップとか、はい、エンターテイメントアースとか、あの向こうで有名なおもちゃ屋さんの限定版っていう、なるほどなるほど、なるほど、あそこでしか買えない、うん、それがガリンペルならば全部そうな、すごいな、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらですね、はい、このガリンペルさんが一押しのフィギュアで遊べる、はい、なんていうんですかね、これゲームフィギュアみたいな、昔このなんかボクシングしたりするやつありましたよね、バトルモンね、はい、はい、バトルモン、それ伝説のアケード、はい、ビーストストライク、うん、こちらの方ちょっとやってみましょうよ、やりましょう、これ今めちゃくちゃ売れてるらしいですよ、うん、スプリットストライク、カモン、おいしょ、あらおい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 お